comment? ちょっとみんなにお願いがあって、ちょっと肩組んでもらってもいいですか、みんな。みんな大勢で肩組んでもらって、で、まあ僕と慎太郎がカウントするんで、カウントしたら思いっきり飛んでください。合わせて、
とうございました。まあ MC なんですけど、あの普段僕考えてこないんですよ。その場で即興でなんか喋って終わるんですけど、今回珍しく考えてきました。でも覚えきれてないので、ちょっと携帯見させてください。自由だ。音楽は自由です。まあ、あと2曲あるんですけど、次の曲についてちょっと話したいことがあって、ちょっと見ながら話させていただきます。次演奏する曲なんですけど、その曲のタイトルを日本語で訳すと、怒りの感情で過去を振り返ってはいけないっていう、そういう意味が込められてます。で、ちょっと過去について話したいんですけど、まあ僕たちにはやっぱ とある過去に対してなんか怒りの感情というか、まあ、悔しい感情があるんじゃないかなって自分は思ってて、まあ、それはコロナなんですよ。やっぱそのなんだろう、学校に大学に行く、友達と飲みに行く、友達と遊びに行くとか、なんかコロナによってそれまで当たり前だったことが急にできなくなっちゃうってことが、まあそれまで当たり前だった出来事が一瞬にして何もできなくなっちゃったってことがあると思うんですけど、それは誰かを責めることができるわけでもなく、誰が悪いわけでもないし、それでなんか月日だけが過ぎてって、なんか俺たちはもっと楽しい学校生活を送りたかったとか、あとっていうなんか怒りの感情っていうのかな、なんか悔しさがどうしてもあるんじゃないかなって、なんか自分の中ではすごいそういうのがあって、でもそこから学んだこともあるんじゃないかなって自分は思うんです。それはなんか当たり前の幸せを忘れちゃいけないなっていうことで、まあ、どういうことかっていうと、今こうやってなんか健信さんもさっき今が楽しきでいい、それがすごい心にグッときたんですけど、今こうしてアメミンのみんなで楽しくライブできてるし、あと学校にも通えてるし、遊びにも生きてるし、どんどん規制が解除されてってるじゃないですか。っていうのが何言いたいかっていうと、本当に当たり前の幸せを忘れずに生活することが本当に大事だなって俺すごく心から思いましたし、あと本当に感謝すべきなんだなってめっちゃ心から思いました。で、まあ、長くなったんですけど、辛い過去とかが、まあ、僕たちにあったと思うんですけど、決して怒りとか悔しさの感情で振り返らないでほしいっていうのがあって、それがこの曲のメッセージです。で、次やる曲を聴きながら、おのおののアメミンのこれまでの生活、自分こういうのやってきたなとか、そういうのを振り返ってほしいなって思います。で、そして次の曲は僕は歌いません。なんかもともとこれオアシスのバンドなんですけど、原曲でもボーカルのリアムって人がいるんですけど、それに代わってギターのノエルっていう人が初めてリードボーカルを務める、歌になってて、まあ、すごいオアシスの名曲でもあります。で、なんか僕自身も過去の出来事とか振り返りながら、この4人の、ね、奏でる演奏を聴きたいなって思います。で、そしてオトさんはアメミンで最後のギターボーカルで、なんか本当にマジで本当にすごいたくさんかっこいいライブ見させてもらって、本当にこれで最後なんだって思うとちょっとごめんなさい、なんか
ちょっとグッときちゃうものがあるんですけど、みんなのかっこいい姿を見れたらマジで嬉しいなと思います。すいません、長くなっちゃってごめんなさい。それでは聴いてください、ドントルックバックインヨンガ。みんなも歌ってくれると嬉しいです。ちょっとごめんなさい、ちょっと。
顔見苦しいと思うんですけど、なんだろう、本当に、まあ、オアシスのちょっと話しようかなと思うんですけど、オアシス好きになったのは割とこの2年ぐらいのお話でして、まあ、聞くようになったきっかけが、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、僕アレキサンドロスがめちゃくちゃ大好きなんですけど、まあ、そのボーカルの川上さんがオアシスの影響をめっちゃ受けてるっていうのを知って、まあ、そんな好きなアーティストが影響を受けたアーティストならちょっと聞いてみようかなと思って、まあ、軽いノリで聞いたら、まあ、めっちゃいいメロディーの曲ばっかりで、まあ、英語は正直あんまりよくわかんないけど、でも、ね、やっぱすごい元気が日々もらえるなって曲が多くて、結構なんだろう、なんかたまに本当に何も考えたくないぐらいになんか落ち込むことって多分みんなあると思うんですけど、まあ、僕も今まで大学生活で、まあ、そういうことは、まあ、何回かあって、だけどそういう時ってなんかやっぱ音楽ってすごい雑音に感じちゃうことってあると思うんですけど、そういう時にもなんか優しくなんか寄り添ってくれたのが、まあ、オアシスの、まあ、曲で、まあ、それを今回、まあ、こんな、まあ、気づいたら全員後輩だったんだけど、誘い終わった時に気づいたら、だけどこんな素敵な後輩と最後に、バンドができて、とても嬉しいです。みんなどうもありがとう。で、まあ次で最後の曲なんですけど、あ、割とスローテンポだけどすごいかっこいい、なんかみんなのこれからのなんか門出を祝うみたいな、まあ、そういう感じの雰囲気のメロディーを、感じ取ってもらえたら、嬉しいです。今日はどうもありがとうございました。
とうございました。ありがとうございました。